売上345億円。飛べの秘策で、平野仕様が地上波で大躍進。滝沢社長の舵取りが功を奏す。平野仕様、水 CM で大ブレイク。こんにちは。今日は飛べ滝沢秀明社長の懸命な経営により、平野仕様が驚異的な売上記録を達成した話題をお届けします。CM から地上波への躍進が現実のものとなり、コミュニティ全体に与える社会的な影響に焦点を当ててみましょう。まず、 皆さんがご存知の通り、戸部、滝沢秀明社長の手腕により、平野潮さんが売上記録を345億円更新しました。その一環として、サントリーの新テレビ CM、水昭座が2024年2月10日から放送スタートしています。この CM は、平野昭さんとお笑いトーク東京ゼロさんが手羽が名物の居酒屋で水を楽しむ様子を描いたもので、平野潮さんが新イメージキャラクターとして抜擢されました。 新たなテレビ CM では、サントリーの人気商品である水の新イメージキャラクターに選ばれた平野潮。彼の活躍はますます多様で魅力的なものとなり、その成功には、戸部、滝沢秀明社長の経営センスが光っています。CM のストーリーは、平野翔さんとお笑い党東京ゼさんが登場し、名物の手羽が楽しめる居酒屋で水を楽しむ様子が描かれています。夕暮れの風景とともに、 水の新しい魅力が広がります。この軽量なやりとりが視聴者に新しい感動をもたらしています。さらに、サントリーは大阪工場に55億円の設備投資を行い、2025年までに生産能力を2.6倍に拡大する計画を発表しました。これにより、水のリニューアルが進み、平野市業が新しい顔として選ばれたことも納得できます。 新しい CM は女性消費者に向けて喚起され、水の売り上げが今後さらに拡大することが期待されています。平野仕陽が CM キャラクターに選ばれた理由について彼自身が語っています。サントリーはリニューアルした水の販売数量を今年だけでも30%増と見込み、国内の人販売金額は6年かけて現在の2.1倍の345億円にまで高める戦略を採用しています。 平野の仕様の魅力がこれに一役立っていることは言うまでもありません。この成功の陰には、ニバイト滝沢秀明社長の経営センスがあります。以前からサントリーや他の大手企業との提携で成功を収めている滝沢社長の戦略が、今回のプロジェクトにも成功をもたらしています。滝沢社長は、 過去に香取慎吾さんや草津義さん、稲垣五郎さんなどの元スマップメンバーとも協力し、大きなプロジェクトに携わっています。平野史業は、とべ、に所属してからわずか1年弱で、ナンバーアンダーラインアイを結成し、新曲、ボートが大ヒットを記録。また、高級ブランドとのパートナーシップや、イブ・サンローランのアジアアンバサダーにも就任しています。 これまでテレビ番組への出演が少なかった彼が新しいテレビ CM で一気に脚光を浴び活動の幅が拡大しています最近ではヒラの仕様のファンがネット上で彼が CM 出演すると水を買いたくなるという声が増えているそうですその影響力は計り知れませんサントリーもヒラの仕様の成功に期待を寄せ水の CM での活躍を通じて商品の拡大を狙っていますヒラの仕様の成功は キジャニーズ時代から続く長いキャリアと、戸辺の滝沢秀明社長の経営センスが結びついた結果と言えるでしょう。彼のこれからの活躍にも期待が高まります。新しい CM が放送されるたびに、その魅力に引き込まれることでしょう。エンタメの最前線で活躍する平野仕様の動向に今後も注目ですね。